仕切り直しても、仕切り直しても、ね、まだやる気かという。まだやります。まだ明るいよ、ほら。何時だ今？4時台じゃない、4時15分。まだ明るい。でも内緒だもんね。何が？あ、関係ないの。もう3時か。3時間？あ、え、飲んでるのはね。楽しいね。いや、来てよかった。やっぱりさ、これを味わいたいと思ったら俺ら金払うじゃん。払う。それで出かけるっていう労力もいたわないじゃん。全然平気。これだと思う。これは提供差し上げればいい。いや、ね、なんだろうな、差し上げますよ。そう、モテサクさんがいるとか、交流できるとか、アラケンの話聞けるとか、なんかわかんないけど、別にそこに労力みたいな感じを思ったことないよね。なんだろう なんか、むしろどうやってスケジュール開けようかなぐらいの。で、開いたらラッキーみたいな。なんか別にそこに来ることとか、なんかその開けることになんか労力を使うこととかが、なんか負担とかにも一切ならない。ビタ一もならない。このために何か開けるみたいなことは本当に何にも、何だろう、むしろ第一に考えちゃうね。あのね、意外とその僕らにとっては、うん、学会がそうだったんです。学会もあるもので出るもので、うん、出るって決めたからそれまで発表もする中身も作るし、うん、なんかそのそれが労力とかそこに行きたいから、うん、行ったら楽しいことが決まってて、いろいろやって飲むことが基本的には目的なんだけど、でもなんか何もないのに飲むって面白くないから、うん、なんかこうベストボイだなっていうのを作ってネタ仕込んで、うん、発表した疲れも程よく味わうこと自体が体験として楽しいわけ。なるほど。まあ俺の場合はね、うん、なんか結構学会来てる人の多くが学会は飲みに来てるよねみたいなこと言うんだけど、ただの本当のただの飲み会だけだったらこんな遠くから来ないの。なんか、わかんないけど半分当たってんの、半分飲みに来てるよ、それ正しいんだけど。あ、でもそれを例えば、まあ、交流みたいな感じで半分そういうのを楽しみにしてるみたいな。同じ苦労してそのネタを作るっていう苦労はプロセスは共有してて、俺は今回こんな仕事したみたいなプロセスはみんな共有した人と飲みたいわけ。なんかよくほら、私行かないけど地方は北海道とかさ、気象学会っていろんなところでやるじゃん。春は絶対この辺なの。秋はいろんなところっていう仕組みなの。いや、あれさ、すげえ遠いじゃん。だから、まあ、行けない時もあるんだけど、ちょっとその飲み会とかがさ、の写真とかがアップされるじゃん。楽しそうだな、すげえ楽しそうだなみたいに思うのはちょっと、そう、すごい。あそこに所属したいなって思うね。させられるだろ。そういうことだよね。それはある。何話してんのかなって。そこ行ったらきっとなんかすごい面白いことなんか聞けんだろうなと思ったりする。聞けるっていうか、うん、その場に参加すること自体でこうワクワクできるだろうなっていう。あ、まあ、もちろんそうそう。うん、体験を求めてるかな。そうだね。そう、それをねすごいいつも。いつもっていうかそのそう学会の時期になるとなんかそんなのが見えて、もういいなって思うと。今ところで君はプレスが入ってる。全然通常、うん、そのほら見てみて、当日来ましたか。そんな取材としても受け入れてくれると思うから。ああ、でもほらなんだろうな、めんどくさいじゃん。別に普通に話聞かせてくれよって感じ。めんどくさい。めんどくさいよ。
通に当日来て申し込んで聞けるならそれでいいじゃないですか。だから当日来て申し込んでプレス買いやすく。でもプレスってあれでしょ、だからプレスしなきゃいけないでしょ。プレスするじゃん。いやでもプレスするのは何だろうな、どちらかというとほらこれその本の本屋さんのイベント向けにやりたくてやってるから。いやだから別にリュウって何もないよ。ラジオっぽい TV で出しますなんで出演メニューがラジオっぽい TV で出てるじゃん。あと何だよ、予報士なんとかな。予報士別に何でもいいけど、こんな面倒くさいですか。こんなデューティーな確認したりしない。あ、そうなの、面倒くさくないんだ。いやまあ別に払ってくれる分には全然いいんですけど、多分だから JP10 だって入れてくれると思うよ。そっか、言及発表じゃないけど、まあ、何らかその発信先のコミュニティを持ってて取材に来ましたって言ったら、じゃあそれなんかいきなり行っても平気？そんないきなりしか来ないよ、それいきなりしか来ないの？そんな前もって来る人も。そうなの？そうなんだ、じゃあ今度からそうしてみよう。なんだ、すげえ気使ってた。そっかそっか、俺らしくもなく気使ってたわ。失敗した。まあじゃあ今度からそうしよう。まあ私はね、なんだろうな、こういうものにお金払うことに別になんか損するとか、なんか金払うのかなんて思ったこともないんだけど、別にいいじゃん。まあ、いいんだろうか、うん、払ってくれても全然いいんだよ、うん。JP10 はでも高いからね。1万5千円から2万とか。いいじゃんいいじゃん。普通の。かっこいいじゃん、なんか。高いんだ。そこで喋るんだ、月。へぇー、すごいね。でかいんだよ。JP10 は、もうなんか地震だとか火山だとか、もうその地球物理と称されるもん。すべて統合だから。あ、そっか、そういうことか。だから、まあ、佐々木さんはでもそういうでかいやつとかってあんまりあれです、分野じゃないんですよねって言われたの、スキーさん。まあ、分野って、でかい、でかい規模じゃないですよね。喋ってる人たちはみんなこんちまちまそこで喋ってる。そう、よくわかんないけど、なんかわかんないけど。でも分野は幅が広くて。うん、複数の学会はより集まって、おー、地球惑星科学研究みたいな感じ、連合だから。だからね、だからさっき月がさ、なんか太陽風と爆弾低気圧の関係っていう怪しいグループに所属しちゃったんですけどねとか言ってたよね。そういう人もいるし、俺この間見てすげえ面白いなと思ったのはメタンハイドレート。こんなん小学館に行ってるだけじゃ絶対聞けないから。日本海側で今メタンハイドレートが取れるようになってるんだけど、その天然ガスが海面から溶けて空気中に放出されてると、うん、メタンガスは CO2 の20倍の温暖化とか、どれぐらいの放出量があるかを測りたいみたいなと言ってる気候学者は放出量が知る。メタンハイドレートのこう採掘みたいなこと自体をやってる人もいる。だから産出量、うん、海底からの産出そのものと、うん、全然分野が違うわけですよ。でもそのこう海の境界のところとか、うん、一緒にやんなきゃいけない。風でどう流されるとかも分かんないし、下からどういうふうに上がるかっていうのも分かんない。海ならどれぐらいの時間が溶けていられるのか、それ知ってる人誰もいないわけよ。ある分野はこうそれぞれ細分化されてこう存在してるんだけど、その問題になるとその境界上には誰もいない。へえ、気候学者はこっから上だし、うんうんうん、そうかそうか、海洋学者はこの辺だし、その資源工学だからなんかしゃべる、うん、その
その辺を海底みたいなこと、うん、でどうしたらいいかわかんないけど、まあ、問題設定自体はこういうことがあって、まあ、僕はこういうことやってますみたいなのをメタンハイドレートの、まあ、とある分野で発表してて、希少な風のデータってどこで手に入るんですかねみたいな超基本的なことでも分野のちょっと外に出たら全く分かんないんだ。確かにそれはそうかも。だからちょっと顔出してあげて、ちょっと言ってあげるだけでものすごい喜ばれる。だから自分の興味で言ったってのもあるけど、アパビルで入るのもあるけど、ちょっと外に出たら自分の付加価値、自分自身の付加価値が凄まじく高まるってこともあり得る。それすごい。そう、そういうことですよね。だってね、自分の毎日使ってるなんてことない、どうでもいい、ね、うん、なんてことないデータとかもこれが価値を持って見てくれる人がいる、うん、そうか。でここにデータサイトがありますよって言うだけだから、ね、それを言うだけで価値が存在する。データを作るとかじゃないから。え、変な話、ここに行ったら見れますよぐらいの、ここに全部ありますよみたいな。マジか。それもだから外から見たらサイトに存在しててもすぐに見つかんないわけよ。そうだね。あ、どんな程度のデータなのかも分かんないし、うん、すぐにハンドリングできるかどうかもよく分かんないし、うん、いや、絵描くのも、まあ、大体自動でこうドリブル上でできるようになってるから、探しは、まあ、我々いろいろ知ってる、うん、外からやってきたりとか、ちゃんと、そのサイトの存在を全く知らないから知らせてくれるだけで、すさまじく価値が上がる。それまで、京子さんの声聞こえたって検証した。今は、なんだろう、わかんないけど、今玄関で聞こえ今、結構意識して小さくしました。玄関で二人の声が全然聞こえる。ちょっと待って、じゃあ俺じゃなくて、俺だけじゃなくて松崎さんのもでかいってことでしょ。とりわけ京子さんの声だからさ、玄関にダマダマ入ってきて、あれいるんじゃないと思って扉を開ける人がいるかもしれない。普通にわかる。でも俺ら以外人いない。本当に、あれやだ、恥ずかしい。そんなにちょっと早いけどここでもうやっちゃいましょうかとか言って入ってきて、うん、あれ、ね、この声は京子さんと松崎さんの声は聞こえる玄関で。たくみくんとか来ちゃうかもしれない。いいよ、たくみくん来てもいいよ。もうたくみくんなら本当、なんだろう、ツッキー全然大歓迎。はぁ、面白い。ちょっと、私そんなでっかい声出してる気ないんだけどなぁ。通るの、そう、通るの。旦那が飛ばしてるドローンよりうるさいんだ。そうか、ごめんなさい、本当に。人にうるせえとか言ってる場合じゃないんだ。俺の方がうるせえだろ、って。君は警察には捕まってないから。でもね、うちね、まあ、村って言ってるんだけど、その、一軒家みたいなのが、集合している村みたいになってるんですよ。だからそこの村はちゃんとそのオートロックみたいな感じで、その村に入るのにもなんかその自動ドアみたいな、そのオートロックのあれ鍵入れないと入らないみたいな、入れないみたいなマンションみたいな仕組みなんだけど、平屋っていうかその一軒一軒みたいな感じになる、そういう村なんですよ。その時にうちの隣の家が夜中の1時ぐらいにピンポンって来て、何1時、夜中だよ、1時にピンポンって来て、何だろうと思ったら、その隣の家で私の笑い声がうるさくて寝れないんで、静かにしてくださって夏だから私窓開けてアメトークとか見てゲラゲラ笑ってたうるさいっつって、すいませんけどちょっともうちょっと言ってもらえませんかって言われた、やべえと、すみませんって。あ、そうだね。その
その2年ぐらい前はうちの鳥、飼ってた鳥の声がうるさくて、夏、それも夏なんだけど窓開けてるから夏、うちのおっちゃんがピー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 ってうるさいっつって私が、でおっちゃんの声もうるさいんだけど私がうるせえっつって言うのがうるさかったみたいでうるさいっつって苦情が来て、やべえっつってすいませんっつって、もうね、まず締め切って生活してるんですよ。大丈夫、もう大丈夫だから飲み屋は別に何個出してもいいの。誰も困らない、うん、誰も困ってないんです。いいんだよ、全然。本当、ある意味羨ましいよ、君の静かな声が、小声が。本当ある意味羨ましい。聞こえないより聞こえた方がいいと思って、うん、いいこと言ってる。そうだよ、そうだ、これいいことしか言って怒ってるわけじゃなくて笑ってるんだから他の人を幸せにしてるかもしれないよ。分かんない。そう、苦情の以外、苦情以外の人に。いや、その家じゃなくてここではね。だからお店の人だってさ、シーッとしてるよりもなんか笑い声が聞こえてくる飲み屋の方が、それはそういう飲み屋の方が入ろうかなってなるじゃん。そうだ、前向き。そうだ、きっとそうだ。うなぎ屋の煙みたいなもん。ああ、それでね、入ってくるって言いますもんね。うなぎ屋いい匂いがするからうなぎ屋の煙わざと出してるんだって。私もわざと笑い声大きい声出してそれで入ってくるようにしてる。なんでそんな微妙な笑顔してんの、あなた。だからここにマイク、マイク取って外のスピーカーで流してもいいよ。ダメダメ、ゲラ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 笑ってるじゃん。公開生放送だ。公開生放送だね。何のことかは分かんないけど楽しそうみたいなね。スタジオ宣伝みたいな。ああ、いいかもしれない。これ楽しそうだね。コミュニティの FM のラジオできる。できるよ、全然。だってコミュニティの FM なんて全然内容なんてどうでもいいんだ。そんなに詰められないから、詰められたりしないから、もうすごい楽しい話みたいな感じでキチキチしなくていいから。じゃあ何だったらコミュニティ FM のこの3人で売り込んだら絶対平気だかもしれないよ。絶対いけるかもしれない。それはなんかいいことあるんですか？うん、ただじゃ、ただ喋りたいだけ。ただそれを電波を使ってある一定の人物に、ある一定の人数の人たちに届けるっていう。リスナーは結構いるんですか？それはね、それはラジオ局によります。そういうさ、既存の枠を使うんじゃなくてさ、京子さんネットワークを使ってるから。俺だ。ライブ配信すればいいですよ、今絶対今 Twitter とか Facebook とかライブ機能あるでしょ。ツイキャスみたいなやつ。そうあれライブ配信すれば見てくれる人いっぱいいるじゃないですか。やる？すぐやる。じゃあベンジョイ君ね。なんでベンジョイ君だよ、その前に。ツイキャスってなんか違うのになってたんですけど、違うの？プレスポークとかするんですよね。なんとかスポークみたいな感じなんですよ。ツイキャスなくなったの？じゃあ、ないやつが今のツイッターと提携してるじゃないの？Thank you.
ブ配信開始してる。これライブ配信してるんですか。え、嘘。ライブ。嘘でしょ。何もライブ中。え、この画角で。どうします。このはちゃめちゃなあの額縁でやってるんですか。こっち。鈴木ひろゆきさん。います？はい。テンコロとアラゲンと3人で飲んでおります。面白い。コメントしますか？始めたよ。始まった？始まりました。さあ始まりました。アラケンとヨコちゃんとモテサクで、もうかれこれ、まあ別に今に 3時間以上、そう今に始まったことじゃないんですけれどもね。今日君はもう何杯目なの？わかんないもう10杯近く飲んでる。ちょっとよくわかんない。10杯近く飲んでる。そう、私だけじゃないよ。あ、仲間さん、ありがとうございます。カンバエさん、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 藤富さん、お久しぶりですえ、そんなね、あのちゃんとした人たちが見る番組ではない顔を隠すんじゃないよ。甘いものか。甘いものね。パフェ。あ、パフェ。今日は気象サイエンスパフェということで。パフェ。パフェを今日は食べましょう。パフェ行きますか。外向けな感じです。だってライブ配信でしょ。大人のチョコレートパフェ行きますか。でね、昨日食べれるかな。いいよ。何してたんの。食べれるよ。食べます。何の話してたんだっけ、それで。何だっけ。コミュニティ。てか、なんでライブ配信を始めたんだっけ、そもそも。いや、特にない。理由はない。特に理由はないんだっけ。まあ、これまでの3時間は結構ね、いい話しちゃったから。チョコレートパフェ。チョコレートパフェを3つ。はい。はい、あと、生を2つ。すいませんね、こんなグダグダ。見るのっていう。大丈夫大丈夫。田中健二さん。いいんですよ、とりあえず。どっちのどっちの福島ですか。福島。気象つなの。まあとりあえずさ。まあ未来を喋ってるんですよ、僕たちは常に。そう。いつだ。あ、未来だけじゃないじゃん。楽しいな、楽しかったよね、あの時っていう話もしたじゃないですか。
この3人が集まった時も喋ったじゃないですか、さっき。今日のメンバーは、はい、テンコロとアラケンとの企画は久々に会うんですけど、うん、3人集合するのはないんだよね、かれこれね、うん、この3人5年ちょっと最初に話戻すの、うん、5年以上、うん、僕らやってきて、うん、この変わらぬ感じ ね、 そうですね、うん、ありがたいことです、ね、ありがたいね、どうもすいません、本当してなんだろうな隠すな、はい、まあ、振り返りたいこともあるね、はい、そうですね、でもね、いや、私はこんな5年以上っていうか、まだこれからもここで終わりじゃないじゃないですか、これからも続きそうなっていう意味で、こんなに有意義な、こんなあのちゃんとしたすごいこう身になるつながりって私の中で結構レアケースなんです。結構薄情なんだ私割と薄情なんで、わかるよとか言っちゃう、わかるよとか言われちゃう、でもなんか誰しもそうだよ、誰しもそうだよ、そんな薄情な部分ってあるでしょ、そう、どこにも首突っ込んで、うん、あちらこどこもかしこも情深くなんて、そうそうでしょ、そうそうそういうこと、キャパにも限界があるから、うんうん、そういうことです、誰だってその1日24時間しかないから、もうこの人に時間使うって決めたってさ、それ100人にすることはできないですよ、そうなんです、家族プラスこの人にも使うかって言ったら、そうそう選ばれてくるよ、そうなんですよ、自然にだからそのこの人しか無理って思う人に絞られてくるじゃないですか、で そうするとだから なぜここでそれができたんだ、なんでこの3人になったのかって極めて不思議なんですか極めて不思議極めて不思議かな、私一個はだから割と結構な困難を一緒に乗り越えたのではないかと思ってるんです、あの高校時代の部活に近いから、少しそれはあるかもしれません、戦友だから、そう戦友的な、一緒にこう傷を負ったりとかしていや傷もあったからね滑ったりとか転んだりとか、そういうことです、それもあったりとかしたので、その時になんかこう離れずみんな一緒に頑張ってきたみたいな感じとかもあり、今もそれは絆は強いみたいな感じであると思うんですけどね、みんなでこの3人はね、うん、なんか困難にぶつかった時に、うん、守りに入るか前に出るかの差が出ると思うんだよ、はいはいはい、3人とも前出てきたわけよ、そうだ、そこはちょっと違うかもしれないね、もうこいつとならやっていけるっていうのはやっぱりその前に出る人としかやっぱりやっていけないって言われるわねそうかな、もうわけ滑るの覚悟で行くというね、いやそれ危ないと思うよ、滑ると思うよ、痛いと思うよって言いながら前しか見ないみたいな、うん、光しか見ないよ、うん、それはあるかもしれない、それはある、それぐらいこう応援したいと思う人のためにしかそこまでできない。俺は別にこう全てのことに前に出てるわけじゃないから、ね。いや、私もそうですよ。でしょ、うん、こいつの手前、前に出るしかもうないでしょ、俺には。ああ、ね、それはある。お前が前に出るって、もう俺も分かってるから。うん。いや、俺も出ますよ、みたいな感じになるわけです。いや、それは、だから、ここのフィールドでに引っ張り出されたら、絶対前に行かなきゃいけないと思った。やるしかない。やるしかないと思った。そうそうそう。ここのフィールドっていうのもなんだけど、そう、いや、後ろ行っちゃいけないと思った絶対なるよね、うん、って思いましたよ、それそうやってやってきました、それが5年間続くっていうのはすごい奇跡だと思う、うん、そうですね、まあいいね、俺ね、声だけで誰か分かるかで、じゃあ時々出ますね。やっぱさ、これ食べるのぐらいのさ、縦しかできないからさ。へぇ、そうなんだ、知らなかった。じゃあ、オッケーオッケー、分かった分かった。あいしょ。わしもここでギリギリ入ってるぐらいだから。どう？この間に置いてるよ。
と。あ、誰かがリツイートしてくれましたよ。リツイートリツイートとか。あ、山内明君が来てくれた。山内さん来たらいいんじゃないですか。お前今から来たら、千年の宴に来た方がいいよ。山内さん来てください。あの、今俺らしか飲んでないから。そうそうそう、来ればわかる。うん、来るとね、私とモテサクさんの声だけで、あの、入り口まで聞こえてるらしい。店は成立してるらしいから。山内は、はい、今回ドクタートップなんですよ。ついにあいつがね、あの長崎丸、君も一緒に乗ったよな。私ね、山内さんと一緒は乗ってないんです。一緒に乗ってないのか、はいはい、彼も山崎長崎丸デビューなの。うん、まあ、小学研究室には所属したんだけど、そのなんていうのか、駆け出しの頃に長崎丸にボンと乗った人なんで、はい、これもう本当感動する話なんだよ、うん、俺思い出しただけで、俺もうあいつのこと思い出しただけでちょっと泣けてくるわ。泣いちゃう、泣いちゃうくらい、うん、でドクター取るまでの道のり長いよ、うん、本当に当時彼が学部4年生だったし、4年かな、うん、M1 になってなかったんですよ。で長崎まで乗ってきて、それでそのこういろいろデータ取って、うん、あのこうだと、すげえ現象取っちゃって俺たちみたいな話を打ち上げを那覇でやったの。はいはい。すごかったねみたいな。でこうなるわけですよ。でも本当になんていうの、観測自体もすごかったんですけど、うん、いいデータ取れたわけ、現象として。うんうん、あの時のあれすごかったの、あの時の仕事はお前だったのみたいな感じになって、もうすごい盛り上がるわけで、やっぱりここに乗った人は本当に研究できると思うよって言って、誰ね、別がね、俺やっぱりちょっと悩んだんですけど、決めました、ドクターに行きますみたいな、うん、おめえまだマスターじゃねえよみたいな人は今から本当悩んだし、でも本当に自分の気持ちに迷いがあった、うん、やりたいっていうだけで通用する世界じゃないし、でもこんな自分が優秀なわけでも自信がないと思ったけど、俺はやるって決めましたよって。でその中でね、電話を取って、ね、指導教官に直接電話して、博士課程に行きたいので、これからよろしくお願いしますって挨拶して宣言した。飲み屋で、俺はちょっと本当にね、感動したの。ねえ、すごい印象的。いろいろ転換期の。あの観測でいろいろ感動したことあるんだけど、はい、もう俺はあいつのあのシーンが一番感動した。この業界にこうね、好きです楽しいですってこうなんとなく入ってきてくれる3年生4年生 M1 って結構な人数よ。うん、そこまでは全然ね、あのどうぞウェルカムでいいんだけど、その先の前ね、決意をね、そのスタートの時点で決めるものすごい勇気やろ。ああ、そうそうそう、いや、通用するかどうかって言ったら、もう下はいなくて上しかいないみたいな状態がある。うんうん、そうだよね、その自分が一番下にいる状態で、うん、俺はあそこに行くって決めるってことだから、ちっちゃい子がプロ野球選手になりますぐらいのっていう、怖いもの知らずな気持ちか、うん、分かってる上でだったら、うん、それはまあ相当なもんだね、うん、はい、あ、パフェ来ましたよ。これはいわゆるサイエンスパフェですね。あ、なかなかね、そのサイエンスパフェを銘打って言いながら実際のパフェを食べたことは2、3回しかなかった。ないですね。まあ、パフェっていうのアルコールだもんね、うちはね。当時はね、サイエンス鍋とか。サイエンス鍋とかいろいろ言ってたよね。そうだね。片平さん。片平さん、お疲れ様です。荒木さん荒木さん、木田圭一さん。いただきます。ニューヨークだと。皆さんってどっちだったんですか。荒木の教え、まあ大体こうだよね。日田さんってあの日田さん。
くんね。うん、甘いもの食べながらがいいね。昔ね、長崎丸に乗せて、長崎丸乗せてもらったんですよ、萬田先生がのご厚意で、あの避難インターナショナルの中村ご両さんとともに。あんなこともね、まずないからね。そうですよ、ですよね。後にも先にも多分ないじゃん。ですよね。あれ以来ね。私ね、だからそのなんだろうな、ほらメソ犬に出たじゃないですか。あれで萬田先生に初めてお会いして、でも、まあ、その前から乗るとは言ってたけども、でもその時になんかこうなんかおちゃらけた感じじゃないと思われてよかったなと思った。おちゃらけた感じじゃないというか、ただ単に好奇心で、ただ単に乗りたいみたいな感じじゃなくて、そうそうってもしかして思ってくれたのかなって、もしかしてというか、まあまあ、その私はそういうつもりでいたから、ね、それでちゃんと乗せてくれたというか、まあね、あの大舞台をやりきったことはすごい大きい信用を得たと思いますよ、150人いる人ね、うん、いやその時にみんな皆さん学生の皆様がもうこんな大人のおじさんとおばさんが、わけわかんないおじさんとおばさんが乗船してきたのに、一緒に例えば飛んであげるのも参加させてもらい、で私が気持ち悪くなっても今日気遣っていただき、それで気持ち悪くなくなったらちゃんとまた元に戻していただきみたいな、味噌カスにもしてくれないし、なんていうの参加させていただくっていう、すごいすごい嬉しかったんですよ。それでね、みんなね、その観測のデータを大事にしてる。なんだっけ、久野木さん、はいはいはい、っていう女性の、ね、女の子、そう、おしりがが、すごいこうね、あの気張って、多分一番メインでやってたと思うんですけど、もう彼女はすごい一生懸命やってくれてたのに、もうえらい感動して、でそしてそのデータのことを大切に扱ってる感じが、あやっぱりダメだと思って、やっぱり観測データって大切にしなきゃいけないじゃんと思って、当たり前なのに、その時の初めて気づいた。こんなに大事に一生懸命撮ってんじゃんみたいな。いや、撮った本人にしか味わえないことですよ、うん、その、いや、世の中使う人全員に俺は大事にしてくれっていうか、同じように大事にしてくれたから俺は余裕しないですよ、うん、大事に思ってほしいとは思うけど、願いとしては。だけど自分も実際ね、うん、自分が取ってない出来上がったデータセットを使うときに、そこまで思い入れないですよ。大事には思うし、感謝もしてんだけど、うん、ここまでの思い入れにならないっていうのはね、分かってるから、それは要求しないんだけど。その思い入れに、思い入れがすごいこう強くなったという意味で、なんか参加させてもらって大感謝。私の中ではこんな経験を、なんていうか、予報士になったからできるとも思ってないし、なんて左利きじゃないよこれ、反対側なんて右で、俺鏡になってる。これはさ、まあ、いい、楽しかったよ。それで気持ち悪くなったけど、それで、その船に乗った時の、はい、一緒に乗ってくれて、乗ってた、うん、人に会いました、今日。ついさっきね。ついさっき会いました。藤原をそれで、今度自分の講座にスカウトしたの。そう、で、講師として。スカウトしました、ツッキーを。はい、私ね、感動した、それは。そうなのよ、築地原の。いや、だから、あの観測公開に関わった人は、ほんとごとくね、活動高いの。すごいと思う、ほんとに。ほんと辛かった、あんな私。いや、一回して、
ってないのに辛いっていうのは本当たわごとだけど、でも分かってほしいね。その一回しか挑戦しないおばさんが辛いって思う観測を一生懸命やってるってことですよ、みんなだね。まあ、君が言った時は本当条件悪かった。いやいや、そんなことないよ。だって箱6メートルでしょ。いやいや、4ぐらい。でも4も引けだけど。まあまあだよ。まあまあだけど。まあまあだけど。でもね、スタートが穏やかだった。スタートが穏やかだから、慣れて、その本当初めの本当に、本当1日目なんて、本当余裕だった。それでその2日目の後半にそうやって波高がうねりから到達して結構上がった時に本当にもう直撃やダメになっちゃった。だからその時平気な顔してたの織尾さんね。中村織尾さんはあの学生よりも飯を食ってたっていうね。平気なんだみたいな。だってすごいね。その状況下でなんか動画編集してましたよ。動画編集できるんだよ。4メートルの箱の中で無理じゃねそれ。もう俺すげえわと思ったもんね。ちなみにね、俺長崎丸でこう散々ね、いろいろエアコンのことをこう言ってきましたけど、監督で役に立ったこと一度もないです。ね、酔いやすいんだよね。乗ってすぐ酔って着岸するまで。ひたすら寝てた。だから余計ね、打ち上げの飲み屋での山内くんの感動的なシーンしか思い出に残ってない。それは私の疑問なんですけど、聞いてみたかったことなんですけど、ほらそうやって長崎丸は酔うし、なんだったら未来でも結構酔うみたいなこと言ってたじゃないですか。でもそれでも乗るっていうのはなぜ？え、酔うのはやる。でも酔うこと以外は別に嫌じゃないでもさ、乗船中酔ってんでしょ、ずっと。ほぼ酔うこと以外はいいってその時間が少ないじゃん。酔うことで 100% じゃない。酔うことですごいマイナスにはなる。それ以外のことでちゃんとプラスがあって、プラスが勝ってれば。それ乗ってる間もプラスあるの？あるんですか？そうだよ。だからその監督作業が楽しいのか。あの丸を上げるの楽しかったでしょ？いや、そう、私はすごい楽しかった。そう。あの、わーって。酔ってて死ぬほど気持ち悪いけど、上げたよ。でも、上げるんだ。あー。それをやるために乗ってる。だから、もうその、俺はこの10分しか耐えられないよ。今しか出ないよ、早起きだって上げて、お疲れ様でしたって。ああ、そういうこと。なるほど。そんでもね、上げるのも、まあ、会場からって船からっていうのもそうかもしれないけど、すごい大変じゃないですか。着水しちゃうとダメだしさ。大変っていうかね、だからあれも労力と思ったことない。 あんな楽しいことある？いや、楽しいよ。俺は楽しいと思ったよ。その過酷であればあるほど楽しいよね。だけど横風が強くて、その、おい直接するぞやめえぞみたいな時ほど楽しいよね。が楽しい、そう。最高だ。だ楽しいっていうか、だからそういうことがなんていうか、観測する時の醍醐味みたいなのちょっとあるだろうなって思いながらやってた。だからその条件が良くて、風1メートルでね、誰でもパッと離すとかそのまま上がっていくみたいなトンネルを上げるのは、まあ酔わないけど、1メートルで揺れてないから。それ別にわざわざやりたいかって言ったら別にやりたくない。そっか。ていうかその、研究的にはシビアな状況だからこそ観測データを取る意味がある。気持ち悪いし、難しいし、このデータを取ったら面白いだろうなっていうのがあるからやりたい。じゃあその例えば学生たち皆さんは、いや私もね、いやあの悪、もっと申し訳ないけど、カメラ撮ってる側からすれば、荒れてる絵とか海が荒れてるとか、もう本当に横殴りの雨が降ってるとか、本当に楽しい絵でしかない、はい、船の上だよね。船の上でそんなことなくて、やべえみたいな絵とかすごい楽しいけど、
でもこっちとら酔ってるし、でもほら学生さんとかみんな観測しようとしてる人たちはみんな大変そうだけど、でもそれは大変は大変で、ね、みんなちょっとテンション上がってるってこと。上がってるでしょ。上げなきゃ上げなきゃやってられなくないですか。みんなその状況下でもうオラーみたいな感じでやるぞー今だーみたいな感じは、あのね、バルーンをみんなでこう支えてる時とかさ、うん、ラグビーのスクラムに近いよ。近いあるかも、それあったかも。勝つか負けるかとか、上手いか下手かとか関係なく単純にテンション上がりますよ。その感じです。みんなでさ、あの場にみんなで同じ方向を向かって力をこうあってやってるのがすごいなんかね気持ちいいよ。結構そう一瞬の風船上げる、本当にそのゾンデ上げる瞬間に集中するみんなのその結束力とかみたいなのが本当一瞬短い時間なんだけど、短い時間の濃度のすごい濃さみたいな。ギュッてこうみんな一生懸命やる一瞬みたいなのすごかったな。まああれね、また普通はでついちゃうじゃん、はい、みんな、はい、それがちょうどいいと思うんだよねあれがね、あれがちょうどいい。やっぱり1週間超えてくると、うん、はい、やっぱしんどい方が勝ってきちゃうっていうかね。本当と思うんだよな。そうですか、わかんない。あのだ少なくともあの時間感覚ではできないと思うんですよ。でも確かにその本当ギスギス感みたいなのは全くなかったからね。それは駆け抜けたからですね。うん、かもしれない。短い時間でわーって駆け抜けたことによるあれかもしれない。でもすごい漫画先生がその最後本当に着眼するときにこの経験がデータ、うん、観測とかそのモデルとかで、うん、計算できることもあるけど、そうやって外にフィールドに出て一生懸命観測するっていうか、その実際に対談することっていうのはすごい大事だっていうことを感じてもらえればみたいなこと。それあれはね、口では説明できないよね。参加した人しか分からない。分かんないみたいな感じはちょっと。なぜ大事なのかって言ったら、いやもうやった人しか分かんないことだからだよとしか言えないんだけど。やったものにはさ、あのラグビーのスクラム感じゃないって言ったら通じるじゃないですか意味あるかないか分かんないよ。分かんないけど、あれは最高だよねみたいな感じ分かりますよね。私、そう分かったっていうか、なるほどなって。別に俺ラグビーやってないよ高校の授業ぐらいしか。君もラグビーやってないか。やってねえしでも分かるよね、うん、なんかもうギリギリ勝ったみたいな瞬間のような感じっていうかさ、うん、そう、もう絵も言われる感動があるじゃないですか。すごいよく分かってる。すごいよく分かったっていうか、その漫画先生のそういうことの話が一言が刺さったーと思って。刺さるよね、うん、だから、うん、そのなんてことはない言葉なんだよね、うん、そのなんていうか参加してないものからしたらさ、そうかもしれない、ひょっとしたらね、うん、だけど参加してみんなこう体感してあの感動を味わってるものからさ、そうですよねみたいな。すごいある。だから俺もうマズさんの一言とかにもう完全にウルウル来てて、その時点でもうここまで来てんの。そこに山内が電話するわけ。もうそれ泣くよね。俺どこさえ行きますみたいなことを勢いで言っちゃうわけだよ。山内さん来るかな。来るよお前。これさ、これやっててた山内さん来たら面白いよね。偉いよね。千年の舞台でやってますってコメント言ってた。なるほど。来たい人は行こうかな。さ、最近あの私が主催してるこの研究会、うん、ちょいちょい来てる、うん、で、やっぱり山内さん来てほしいな。隣のスープネタルさんってこと、うん、で、スープでやってる、うん、
誰だっけ。いいんじゃない。そういうのもありだから。全然ありだ。俺たちそういうところがある。アリとか言ってさ、アリとか言ってるけど、私多分ほとんどじゃない。そうだよ。むしろ俺知らん。向こう見てる大変からしたら前がなる。そうだよね。そうですか、うん。見てる大変からとかまだ二人とか三人。かみさん。ビールを勧めるよね。あれ、もうパフェ食べ終わったの？いつまで食べてんのか。すいません。ちょっと待ってよ、じゃあビール。すごいスカート汚してんじゃないか。すいません。このスカートダメなのよ。あんたいい加減いつまでいい加減学びなさいよ。ねえねえねえ。このスカートダメなんですよ。このスカートでここに着くまで来たらあの荒犬にあの夜中の3時まで迷惑をかける、そして鬼の赤鬼がやってくるというダメなスカートなんですよ。間違えて着てきちゃったこれ着ないようにしてたのに、うん、失敗した。そうだ、やべえ。そんな久しぶりに来た。いやいや、あの着くのに来るときはこのスカートやめようと思って。なぜか、うん、今日は間違えて着てきちゃった今日は赤鬼はどうしてんの。赤鬼仕事してます。赤鬼はどうしてんの。午後か午後か午後かよ。夜遅くまで、うん、テレビマンは普通の仕事してます。テレビマン大変ですか。テレビマン、そんなすごい大変でもないです。大変な時期と、そうでもない。そうそうそう、なんかこんな波。暇な時期もある。暇な時期もありますよ、もちろん。暇な時期と忙しい時期にギャップがでかすぎるよね。忙しい時期は1週間ぐらい帰ってこない。じゃあ暇な時期は1週間ぐらいいるいるみたいなそれいいね、うん、いや、まあ、あの逆に家にずっといるってわけじゃないけど、その1週間は必ずなんていうの、早い時間に帰ってくるみたいな。ああ、うん、そういう感じ、そういう感じ。おいでよ、山内さん。今日は何喋ったの。いっぱい喋りました。世界気象カレンダーでしょ、うん、それから学会の講演動画を残すという話をしましたし、うんうん、まあ、それとはまあ別か。お手作はリアルには炎上しているけど SNS ではなかなか炎上してない、うん、そういう話ね。リアルはすげえ炎上するの。意外と実はリアルには炎上している話、うん、あの防災研修の新しいコンテンツで、はい、警報中ね、うん、いや警報中ちょっとあの企画聞いて、警報中俺もチャンネルっていうのよ、うん、あ、面白そうっていうのはそのなんていうの、体験するっていうもの、体験型として結構本当に実践的に自分の生活の中に戻せるっていう感じがするイベントっていうか、そんな感じがしますよ。やるの？もう欲を言えばね、もっとブラッシュアップしっきりしたら近所の子供たち
ちが軽道をやってる間で、うん、おい軽道中やろうぞ、うん、言うぐらいにしたいわけ、うん、軽道中をそれぐらい簡単にできるようにしたい。ああ、まあ、すっきりすればなるほどね。もうそのこうチームこうやって分けてこれだけすれば、うん、あともうこうやってやるだけ、いうぐらいシンプルにした。まあそれはあるかもしれない。なんか頼んでいただけませんかね。しめんなよ。でチャーハンね。わ、しましたさん。しましたさん。あなたの話をしましたよ、そういえば。あなたの話をしにここに我々集まっているんですよ。しましたさん。その呼びかけ怖いから。怖い、あの怖いかな。しましたさんって怖くないですか。呼びかけられてると思いません。俺の中では水曜どうでしょう、ディレクターなんで。ああ、そうなの。いや、そんな嫌じゃないよ。知ってますよ。大好きなんだって、水曜どうでしょう。鈴井でしょ、鈴井。うん。だから、大泉くん。大泉くん、君の話をしているんだよ、っていう。俺誰だよ、しましたさん。君の話をしていたんだよ。やべえじゃねえよ。やべえ。もうめっちゃ参加してるよ。ひろこさん、日没前どころか我々はランチからここにおります。イエーイ。そしてこの人たちはランチからビールを飲み始め、もう10杯を超えております。何杯飲んだかもう数えきれないそうです。そういえば島田さん、いつまで似顔絵をアイコンにしているんですか。似顔絵アイコンよくね。だって大体似てるし。いや、写真でしょ。ん、胸騒ぎがしてた。胸騒ぎしてたって。どうだ、いつまで隠れてるんだい。僕は逃がさないぞ。すごい小池みたい。おい小池ぐらいのプレッシャーあるけど。おい小池ぐらいのプレッシャーじゃん。しまいささんとザッキーの話をしていましたよ、僕たちは。ね。うん。しました。結構な尺を取って、ね、今何時？今もう5時近いから。5時間ぐらい飲んでますけど、うん、その間結構な割合でザッキーと島下さんの話してたよね。5時間のうちのだいぶ尺使ったよ。割と使ってるね。30分以上使ったね、うん、ザッキーの将来と島下さんの可能性について我々は真剣に語り合って。どれ？あ、松本明夫さん、ありがとうございます。 JPCU 今年も来られますかね。明夫さん、あの、ま、殻を破れないって話だな、あのきっと。そう、しっかり、なんで終わったの。いや、だって自分だってそれを思ってますよ。あ、自覚してんの。いや、自覚とかそういうことじゃない。だそれは常々、荒研さんから とかも、モテザクさんからとかも時々言われてるし。気にしてた。もちろんですよ。お前なんか気にしてるって言っちゃった。いや、違う違う、気にしてるっていうのは、なんかその気にしてる、気になるなじゃなくて、そうしなきゃダメだろうなみたいなっていうことです。意識ね。そうそう、意識の意識高い系の話ね。そういうことです、そういうことです。まあまあ、そうです。まあ、ざっくり言うとそういうことです、うん、そう、そう、だから
か別にほらこうそんなお首にも出さないとかなんかそんなこと初めて言われましたみたいなことじゃないってことですよ。うん、常々、うんうんね、なんかそんなことじゃちょっとそこに話戻します。しましたくんの可能性についてこれ結構しましたさんがピックアップされるってことは珍しいですよ。なかなかないじゃないですか。ないです、ないです。今までやっぱりほら、殻を破れないって本人も言ってましたけど、今殻を破るどころかね、今この状況でしましたさんって誰だろうみたいな人って結構いると思うんですよ。いや、いいんですよ、無視です。うん、そうだね。しましたさんのね、うん、可能性っていうか殻を破るって言いますけど、うん、殻の前にまず机の下から出てきて机の下だって。あ、殻、殻一枚じゃないんだ。机の下から失礼か、縁の下かな。一枚じゃないんだ、縁の下の力持ちじゃないってこと。縁の下、縁の下はいいんですよ、縁の下は大事だと思う。はい、力持ちだし、うん、それでもいいんだと思うんですけど、ずっと縁の下にいなきゃいけないって本人が思いすぎたんじゃないかなっていう。ああ、なるほど、そうかもしれない。ほらほら、ミノムシとか、ミノムシはね、飛び立つために殻にこもってんだから。そうか、そうかもしれない。君はいつか羽ばたくためにミノにこもったの。うん、ミノムシってそういう生き物だっけ。で、俺はね、ミノムシは蛾だと思ってるからね、最終形態。いや、蛾でもいいじゃん、別に。飛ぶんですよ、飛ぶんですよ、そうそう、飛ぶんだよ、君は。縁の下にぶら下がってるだけって書いてありますよ。あ、ミノムシは、うん、サナギじゃなくてミノムシ、うんうん、そこからガになるんだ。そうですよ、ガになる。ガにならない、飛ぶんです、飛ぶの、うん、あ、でもちょうどピントですね、うん、飛ぶ必要があるし、ていうかね、いや、ミノ、いや、そのイメージしてるミノムシが何なのかわかんないけど、そこに決めつけてるよね、自分で、うんうん、殻を破れないとかじゃないよ、破ろうと してて破れないんだったらまだ別な言い方かもしれないけど、自分で私は見直しですっていうふうなことはあるんですか。あのね、なんかわかんないけど、例えば私とかが、私とかザッキーが動画で出ることはそれはなんていうか価値があるけど、おじさんが動画に出て切るみたいなことをしてもあんまり意味がない。うるせえおじさんが出てきたなって思われるだけ。うるせえおじさんが出てきたなって思われろよ、まず。で、まず思ってなそれ同じ、思われてからだもん。同じことを女性が言った方がいいんじゃないかと思って。あ、いや、それはでもそういう部分もあると思うけど、つうか、おじさん、でも違う、ね、おじさん差別、おじさん差別おじさん差別女性も男性もないんだ、おじさんもないもない。それはあるかもしれない。俺は島津さんに、島津さんが出るのもね、そうそう、いいと思ってる。いいわけ、うん、パンダとか来てほしくないの、はっきり言って。パンダはパンダで人気キャラだからねパンダのキャラはいいんですよ、パンダでイコールにしない。いや、だって、なんていうかな、なんだろうな、パンダに逃げ込んでる。いやいやいや、そのないですよ、その時はね。パンダ、彼はそのおじさんを差別してパンダに、パンダをね、優遇してるというかおかしいだろうか、パンダ優遇してる。おじさんというのも人間様なんだからパンダより上だろうか。パンダ優遇してるわけじゃないけど、でも なんかね、なんかそのキャラクター欲しいなって思った時に、しましたっていうキャラクターは濃いぞ、君が思っているよりも。だから、じゃあ、しましたさんはしましたさんとしてキャラクターしましたというキャラクターとして出ていっていいということですよね。おー、そういう許可を自分で自分に出せよと、うん、俺は言いたいわけ。そう、てかさ、そもそも誰に許可取るんだったら別に良くない。あんた裏でどんだけ毒舌吐いてんだよ、それを表で言えよって話だもん。そう、安全圏においてそれを言っちゃダメなんだよ。そうか、そうだね、うん、みんなね、その
やっぱり怖いから守ったコメントをして間違いそのこっちから見ればね、うん、おかしなコメントしてるなみたいなことも、うん、守るからそういうこと言ってるなっていうのは俺ら分かってるわけじゃん、うん、それをね批判する我々はね、うん、守っててどうする。そうですね、一番怖い。そうだ、うん、そう思う。もう、そうだね。おじさんが何言ってんのよと、小僧が何言ってんだと、小娘が何言ってんだと思われる立場に立って危険だよ、我々は。非常にいつ炎上するかわからないよ、そうだね、うん、いや、俺はいつか炎上したいと思ってここまで5年間やってきたけど一度もできてないけどね。いや、だからその舞台に立った者だけが許されることだよ、やっぱり、うん、その人様のね、うん、前は思ってたとか、前は言ってることがちょっと違うとか、うん、言っていいよ、言っていいけどさ、同じ舞台に立って言わないとフェアじゃない。そうだ、同じ土俵に舞台に出てこいと。そうだな、まずは、まずは舞台に出てきて、むしろあの自分の舞台を勝手に作って、作って、ね、って話になった、うん、そう、最近ね、相手の舞台に乗ってあの方が言うんじゃなくて、俺たちの舞台を勝手に自分で作って、言いたいことを言って、この舞台にむしろ人を乗せさせろと、乗ってこいよと、うん、いうぐらいじゃない。サボテン何のために立ち上げたんですか。そのためです。俺はよくわかんないけど、今のままだったら、今のままだったらね、そのためだろうって言ってんじゃん。だってその新しい舞台を自分たちで作って、こっちだろ本当の舞台はと言うためじゃないのか。そうです、その通りです。いや、そうだけど、本当そうなんだ。あの、本当に、いや、そのつもりでやってんだけど。裏で結構そういう話してるの。いや、分かるよ、そういうつもりだろうなって思ってるから、うん、俺今多分そのまま言ったと思う。うん、そうなんだけど、うん、そう思いながら結局島下さんがね、司令塔である島下さんが縁の下から出てこない限りだよね、本当の舞台は完成しないよ。なるほど、そこなんだよ。俺はザッキーとかあの頑張ってるのはよく分かってる、涼子ちゃんが頑張ってるのは俺は知ってる。で、あの島下さんがいかにリスペクトされてるかっていうのを俺は理解してるつもりですけど、その自分の作った新しい舞台に自分でまず乗らないと、うん、少なくともそのやっぱ座長は出てくるべき、その足の踏み場のこう居心地の良さとか、まだ脆いとこがあるなとか、うん、全部自分で確かめないと。新しいフィールドは、いや、多分だけど新しいフィールドがを作る裏方だと思ってるんですよ。裏方に徹するみたいなことをね、うん、いや、それ大事なことだから、ね、うん、全然否定しないですけど、うん、裏方が必要なんだけど、徹するっていうのはに表に出ないためにこう守ってると思う。あえてちょっときついこと言ってますけど、こんな公の場で島下さん、あくさん、いらっしゃいませ、うん、今、公の場で島下さんを突き上げています。いや、でもこれディスってるわけでもないし、ディスってるわけじゃないよ、全然だから、いいと思います。だって今このお話聞いて、島下さんって誰だろうと思ってる人って結構いっぱいいると思うんですよ。誰だろうってまず思ってほしい、みんなにね、うん、で、実はすげえいい、すごい人だっていうことなんだけど、俺たちがリスペクトしてるっていうことを、うん、この説明なしに感じてほしい、うん、そうそう、okay、そういうこと。今ちょっとだけ顔を出したよね、あなた。いいね、奈良県は一服しております、カフェでね。そう、カフェで。っていう話がね、ありましたね。それを30分ぐらいしました、ね。
まあ、あとザッキーの話それだけで30分かあとザッキーの話もしたかな。もちろんザッキーの話、まあ、だからサボテンの未来みたいなことですか、ね、そうですね。で多分今ほら真っ先に入ってきてる人たちがサボテンって何か分かんない人たちなんだ多分ね。いいんだいいんだ、もう分からなくていいよ。そのもやもやっとしたまんま、しょうもないと思ったら切っていただいていいんですよ、ね、もう宴ですかライブですかだって森本さん、うん、そうですよディナーショーでございます。テンコロディナーショーテンコロディナーショーですね。そういうことなんですよ。そう森本さん、そうテンコロディナーショー、まさに一番参加すべき人なんです。そうだね。あ、森本さんの話もしたね。森本さんの話もしましたよ。ちょっとしたらね、はいはいはい、しましたよ。君の話もしたぞ他人事じゃないんだぞ君たち。そういうことです。今全然ここの動画に参加してないかもしれないけど、参加しない、映ってないかもしれないけれども、実はすごい参加させられてるということですね。そうだね、引っ張り出されてるってことですね。ディスったりはしませんけども、はい、勝手にその人の可能性を語っちゃったりとか、うん、そうです。余計なことをするよね。はい、余計なことします。まあ、冷静になって考えると余計のお世話です。お前に何が分かるよという言われちゃうかもしれないよ。でもほら、まあ、でも好きだからね。好きな人の話しかしてないよ俺たち。ほら見てください、マジっすかって。ほら森本さんはほらこちらのこと好きだから、で我々も森本さん大好きだから、まあね、マジっすかっつって言ってきてくれてるということですよね。はるみちゃんもね、はるみちゃん、はい、やっぱ抱きさせてみたいなって思うものを感じる人ではありますよ。まあでも結構勝手に抱きする方だと思いますけどね。どんどこ、うん、ほっといてもいいかい、うん、じゃあもうどんどこどんどこ何にでも顔出すしそのまま、うん、そのまま好きなものどんどん取り入れるし、はいはいはい、っていう感じ。取ってください。だから森本さんだけは、うん、なんだろうな、もうほんとこう言っちゃなんだけど囲っておきたいみたいな感じがするの。こっちとかこっちからするとうちの子みたいな、サボテンの子みたいな感じで、もう森本さんとかはもう常にこっちの人になってて、例えばなんかちょっと人員が足りないとかの時にスタッフで森本さん来てもらえませんかみたいな。いや実はね、この間荒研が公演したうちのイベントの時も、聞いた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 、スタッフね、そう、人いなくてやべえみたいな、やって、ね、うん、やべえっつって俺も来てくれたもん、折本さんの、来てくれたっていうか折本さんにお声掛けした。上田雪乃さん、あ、雪乃さんありがとうございます。ん、雪乃さんはこの間 B&B新刊記念に来ていただいたカラーセラピストさん、ああさん、まだ彼女もすごいカラーセラピストさんなんで、空の虹から何か、まあ、いろんな色に敏感な方なんですよ。はい、めちゃくちゃセンスのいい写真撮られる、うんうんうん、でその空の写真もすっごい綺麗なんだけど、それと、まあ、荒研のこういい、そう本当に雲の話がね、彼女は本気でこう興味本位じゃなくて、うん、おーってなってこうシンクロして来てくれたんです。なるほど、あーなるほどね。砂肌もね、あ、全然いいと思う。皆さんもね、僕も一回飲んだぐらいの感じなんですけど、飲みに行くとですね、着てる服とか、持ち物の色で、この人のキャラクターを覚えるのか、
分析してくれちゃう。そうなんですか。やべえ。過去現在未来にわかって。この怒りのマークなんて言ったのがありそうなコーナーですけど。どこにでもある、どこにでもある、何の変哲もない、もう出ちゃって、隠すことがないから、どうですかみたいな、ね、うん、いやだからさ、この紫とか見つけたやつ、今これ来るとまだ来たみたいな話がこうわーっとなるの、一回する中で、うん、最近確かにこういうのなくなったみたいな話だと、あーってなるんだよ、うん、君のは多分普通、みんなが来てるボーダーだから誰でも着てるボーダーだから大丈夫だよ。普通かな。普通かもしれないですね。あはははは、違う。ゆきのさんの出番もないぐらいシンプルな人です。まっすぐな人です。そうですか。見ましょうかって言ってますよ。見ましょうかって。じゃあ見ましょうかって。ご覧ください、このどこにでもあるボーダー。そして立ってみますとですね、下はあ、やっぱりっていう白いスカート、これです。お願いします。よろしくお願いします。普通かなとか言われてました。普通かな、普通かなって言われちゃった。どうかな、普通かな。そうだね、普通だよね。私今日ね、かなり普通な格好してきた。なんかね、隠すことがないんだなっていう感じがしますね。そうだ、そうだ、フランクな感じします、ね、そう、しましまですか。だってしましまです。しましまです。上は白。下は白ね。コメントにだいぶラグが。大丈夫ですか。はい、大丈夫です、ね、あ、そうですか。恥ずかしいな、どれぐらいのタイムラグで伝わってるのか恥ずかしいな。橋本さん、橋本さん、こんにちは。胸元のワンポイントは赤ですね。赤で、赤です。あの、なんだこれ、なんかそのまさに怒り、怒りです。怒り、はい。で、なんかブランドもある。いや、全然なんのブランドもないけど、プリペリではなくて怒りです、ね、怒りです。あんま、あんま怒りです、怒り、怒りを下ろせみたいな感じの怒りです。裏地はチラ見えしているのか。違いますよ、裏地ないですよ。何、うん、だったらスタートですよ。誰も知りたくない情報をぶっ込みますけど。あ、薄暗いだけですね。裏地が透けてるんじゃなくて、はい、リーダー的な存在だ。そうですね、リーダー、社長です。代表取締役。代表取締役ですね。代表ですね。結構リーダー的な存在の色の組み合わせです。そうだね。眠いのか？お茶漬け。お茶漬け。お茶漬け。ありがとうございます。そんななかったっけ？ご飯。白黒はっきりさせたいタイプだ。そうね。それは白黒だもんね。そんな、そもそも白黒だもんね。そんなダジャレみたいな話なのか。そんな話かもしれないよ。ああ、なんか確かにグラデーションは君は着ない感じがするね。着ないね。あ、これはね、もうはっきり言うけど、グラデーションは無理だ。そうなんだ。よくわかんないじゃん。何よくわかんないじゃん。なんかよくあるじゃん、そういうやつだ。頼む。モテサク、あ、いや、白です。モテサクは白と、生を2つと、下は赤ジーンズってことなんです。こんな感じです。あ、モテサク見てもらうの初めてですね。鮭だっけ？梅。梅で。ピンクじゃないの？ピンクじゃないの？あれ？これは良かった。あ、じゃあ、おむそば。はい。ピンク色に見えるのこれ。真っ白に見えます。真っ白だよ、真っ白。はい、ちょっと薄暗いか。はい。ピンクモテ色だって、アラケン。アラケンのシャツだ。今日、アラケンはピンクです。その上に小豆色のパーカー着てます。寒いんです。
寒いと言うております。お姉さんくん思ったら即行動する。それはそうですね、その色にも表れるものなんですよね。なんかそんなの俺のこと知ってる。一緒になんか判断してくれるんですね。判断してくれるってすごいですね。色で前に映ってる元気に見たあ、早川善ちゃん、ピンクイケメンならオッケーって絶対オッケーじゃん。じゃあいいじゃん。じゃあ飲んだらアラケの気象業界切っての最高のイケメンです。あーイケメンじゃん。なんだなんだいいじゃん。アラケンよりまつげの長い人、俺は女性でもエクステつけた人より長いんやから。見たことないよね、ほんとみんな素敵よ、素敵だよ、羨ましいよ。ラケンそうか。今箸袋でなんか折ってます。暗いのか。暗い。暗い性格か。そうっすよ。もうかれこれ5時間ね、ビールを飲み続けてたんですよ。やな。そうだな。本当そうだな。本当に、ね。帰れるかね。余裕。何してんだよ。余裕だよ。横からまつげを映してあげようか。
でこれ以上のステージはないっていうぐらいの理想を我々がねこう作り上げてくるんですよ、うん、そこがねやっぱ自信あるから後ろめとかがないと思うんです。ないです、うん、はい、私ないです。こうすべきだ、こういうふうに過ごすのが一番いいっていう思ってます。生きれるじゃないですか、うん、飽きるって時間ね。すごいね、本当無駄にした感がビタ一もない。むしろ本当に会議とか出てる時の方が嫌だ。まあ楽屋は楽屋でね、俺は出る感じあるから出てみる。佐々木さんが入ってることで大きな効果が出る。遠近法。これさ、あの変顔するのもさ結構大変なのよ。あの筋肉っていうの、筋肉の使い方っていうの。どこの筋肉？なんていうのかな、なんかこの辺の口周りの筋肉とか使うのが大変なのよ。知らないかもしれないけど、変顔しないから。何それやる。やってるそれ、みんなの前で。うん、嘘でしょ。鼻を膨らますというやつだよ。こっちまだ持つのか。電池すごいね。電池がないね。電池ないけど回してんだ。そうそう、回ってんだ、うん、こっちは止めとくね。どうもお疲れ様でした。